おはようございます。みさぺこです。私がこのバルーンを背負ってやる動画といえば、お久しぶりでございます。みさぺこ足す400人突破、イエーイ。ありがとうございます。本当に本当にありがとうございます。ではこのね、祝いの時を、みんなと一緒に過ごすために本日用意したやつ、こちらで銀色のやつで乾杯していきたいと思います。すぐねちょっとあの仕事上がりでちょっと顔疲れてるけど許してちょんまげ。そう、ずっとね、400人動画撮らなきゃ撮らなきゃと思ってね、体調が悪かったりなんだりでね、全然、お前は継ぎ方下手くそか、初心者か、居酒屋で働いたことないんか、ちょっと気持ちが流行りすぎではないかね。もうちょっと落ち着いていこうよ。でもまあ祝い事だしね。泡が減るの待つ？もうそんな時間ないんだけど。もうさ、時間がないからさ、気が急いじゃって急いじゃって、もう本当にたまんねーぜ、ボロねーぜって感じでございますよ。私がリボンをしてたら、ここでリボンネタを挟めたのにな。リボン履修してないんだよね。世代だったんだけどさ。ね、その話置いといて。全然泡減らない。はい。ということで、告げました。2対 8?3 対7じゃなさそう。ということで、本当に400年ありがとうございます。またね、これからも頑張っていきますので、よろしくお願いします。とりあえず、乾杯！いやー、なんか、この300人から400人の間って、ちょっと、いろいろあって、っていうのも、ぐんぐんグルメ、っていうショートがめちゃくちゃ再生数回って、そこから増えたっていう方も多くて、でもちろんそれご本人さん、三つ丸ボンド都民さんに見つけていただいたっていうのが多分一番大きいかなって思うんだけど、でまあぐんぐんグルメがめちゃくちゃ増えて、そこで増えて、でね、そこからね一気に下火になったんだよね。っていうのもショートを上げるのをやめてたんだよね、1ヶ月ぐらい。そう、っていうのも、私、忙しくて。私が忙しくて、もうなんか、ショートの台本を考える時間がなくて、あれ実は粗末ながらも台本あるんですよね。だから台本あるんだけど、その台本考える時間もなくて、で、台本にするネタっていうのも全然思い浮かばなくて、もう仕事のことで頭がいっぱいになっちゃってるから、もう全然、思い浮かばなくて、あれだったんですけど、最近ね、ゆとりが出てきて、まあ、ちょっとだけショートをまた再度上げ直してるところでございます。で、今回いつもだったら、でーんってこう、なんか、何人ですよっていう画像を見せたいところがあるんですけど、誤って削除してしまいました。400人になってから時間が経ちすぎちゃった。っていうのがあって、ちょっと、遅くなっちゃった次第なんでございますけれども、ちょっと iPhone の音量切るね、どこだい。そう。で、遅くなっちゃって、400人のしっかりその数字、400っていう数字のスクショが今この場にないんですけれども、まあ、それでもまあ400人を超えることができて、でまあ400人超えて、400人超えましたよっていうのがちゃんと言えるかなっていうような数字に安定してなったので、この動画を撮っています。保険かけさせてもらってます。ごめんなさい。そう、怖かったの。400人になったばっかの時って、400になったり、398になったり、400になったりっていうのをずっとこう繰り返してて、自分の中でね、こう、すごくすごく怖くて、本当だったら半月前とかに動画上げなきゃいけないんですけど、ちょっと自分の中で、こう、絶対この400っていう数字を切っていない状態で動画を上げたいっていう気持ちがあったので、ここまで、じらさせていただきました。そう、そうなんです。そう、それで、
今現状のチャンネル登録者数がこちらです。何人なんでしょうか。まあね、400人を超えた方々に出会えて、私の活動ももう5年目を迎えたんですけれども、まあ少しずつね、少しずつミサペコっていう存在がみんなに知ってもらえたんじゃないかなっていうふうには思います。うん、いっぱいね、こうなんかいろんなお言葉もいただくし、なんか自分が動画を上げてる意義が分かんなくなったりだとか、そのまだしてるんですよ。もうなんか私みたいなのは絶対前に進めない、上にはいけないって何度も何度もくじけて後悔して挫折しそうになっています。でもちょっとでもね、私のことを応援してくれる人とか、楽しそうに話しかけてくれる人とか言ってくれるおかげで、私はこうやって動画を上げることができています。本当にありがとうございます。これからもね、チャンネル登録者数には縛られずに、ミサペコらしく動画を上げていけたらなと思いますので、応援のほどよろしくお願いします。うん、で、今後は、ショートも横動画も頑張っていきたいなと思っているので、応援してもらえると本当に本当に嬉しいです。でね、本当にこの400人っていう数字がね、本当に嬉しくてありがたいなという気持ちでいっぱいです。もう、言ってやりたいね、2年前の私に。お前2年後400人いってんだぞと。もう本当に言ってあげたいです。そして、もう一つ皆様にご発表があります。皆様のおかげで、再生時間という収益化に必要なものがあるんですけど、それが動画広告収入の分がすでに取れてる状態でございます。みんな動画見てくれてありがとう。 Thank you very much。 はい、ということで、本当にあとこのチャンネル登録者っていう大きな大きな壁だけになってまいりました。本当にね、ミサペコのこと少しでも気になってくれたら嬉しいです。ちょっとでもお話ししたいなって思ってくれたら嬉しいです。ミサペコはこれからも諦めずにやっていきたいなと思います。1000人とは言わず、1万人銀の盾金の盾、今からでも狙っていきます。本当に本当に諦めずにやればできるんだってことを証明していきたいなと思いますので、応援のほどよろしくお願いいたします。それでは皆さん、最後にグラスを持って、せーの、乾杯。ごちそうさまでした。本当に400名という大きな大きな人数の、チャンネル登録の方がお迎えできて、私は幸せでございます。これからもね、本当に今から出会う皆さん、これまで出会って、今支えてくださってる皆さん、これから支えてくださる皆さん、一人一人に感謝を忘れずに、そしてね、自分に後悔がないようにやっていきたいなと思っておりますので、これからもミサペコの応援を何とぞ何とぞよろしくお願いいたします。今年の狙ってた目標まであと100人となり、私はやれるんだってことを今年も証明できるようになりそうです。本当に感謝でいっぱいです。もちろんあと100人いったら満足ではなく、それより高みを今年のうちに狙っていこうと思っていますので、皆様お付き合いいただけると幸いです。いろんなね、界隈の方々に優しくしていただいて、私という存在が出来上がっています。本当にありがとうございます。動画もね、なんか1年前のストックとか半年前のストックとか出させていただいてるんですけれども、それでもいっぱい見てくださってる方々がいることが本当に本当に幸せです。ありがとうございます。本当に幸せです。もう本当に自己肯定のない私が、みんなのおかげでこんなに自分のことを肯定できるようになりました。これからもよろしくお願いします。ということで、本日の動画はここまで。いかがだったでしょうか。ミサペコ400人突破しましたっていう動画でした。
またね、お祝いしていきたいなと思うので、次のお祝いは450人かな。今回は400人のお祝いさせていただきましたので、また次回何かお祝い事があると幸いでございます。またね、通常動画の方もご覧いただけますと、私幸いに思っておりますので、よろしくお願いします。ということで、みさぺこでした。チャンネル登録、高評価、コメントの方お願いします。またねー。